シュートがまだないんですよね。後半はバイタルエリアにもっと人が入っていけるような動きなんかをしていかないとなかなかチャンスは広がらないですよね。明治安田 J2 リーグ鹿児島ユナイテッド対レノファ山口、0対0のまま後半に入ります。明治安田 J2 リーグ、この時間は鹿児島ユナイテッド対レノファ山口、こちらの一戦をお届けいたします。本日のゲームはスタジオオリオンで行われます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。前半ゲームはスタートしています。サイドの紹介です。左から右に鹿児島ユナイテッド、画面右側が山口、新保、チームに推進力を与えるサイドバックです。中原、富山、中原、藤村、田中、ここは下げます。野岳、五稜、野岳、川野、いけるか、池上。序盤は固い試合展開を見せているなという印象ですよね。両チームともまだシュートまでいけてませんからね。どちらが先に仕掛けていくのか注目したいですよね。田中、ここで収まる。パスの交換、スルーパスを狙う、シュート。ディフェンスの対応がちょっと遅れてしまったのか、フィニッシュまで持っていかれてしまいました。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。トネ、右サイドへ振って積極的なディフェンス、もう一度中へ、藤村、藤村から左サイド、福田、さあ左上がっていく、中原、田中、ここで丁寧にコントロール。ああうまい、クロスが上がる。ここはディフェンスの対応、上げてくる、辛坊、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。スペースへ、田澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。前半ゲームはスタートしています。サイドの紹介です。左から右に鹿児島ユナイテッド、画面右側が山口、新保、チームに推進力を与えるサイドバックです。中原、富山、中原、藤村、田中、ここは下げます。野岳、五稜、野岳、川野、いけるか、池上。序盤は固い試合展開を見せているなという印象ですよね。両チームともまだシュートまでいけてませんからね。どちらが先に仕掛けていくのか注目したいですよね。田中、ここで収まる。パスの交換、スルーパスを狙う、シュート。ディフェンスの対応がちょっと遅れてしまったのか、フィニッシュまで持っていかれてしまいました。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。
今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。トネ、右サイドへ振って、積極的なディフェンス、もう一度中へ、藤村から左サイド、福田、さあ左上がっていく、中原、田中、ここで丁寧にコントロール、ああうまい、クロスが上がる、ここはディフェンスの対応、上げてくる、辛坊、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。スペースへ、田中、ここで収まる、パスの交換、スルーパスを狙う、シュート、ディフェンスの対応がちょっと遅れてしまったのか、フィニッシュまで持っていかれてしまいました。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。トネ、右サイドへ振って、積極的なディフェンス、もう一度中へ、藤村から左サイド、福田、さあ左上がっていく、中原、田中、ここで丁寧にコントロール、ああうまい、クロスが上がる、ここはディフェンスの対応、上げてくる、辛坊、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。スペースへ、のより42分です。のより、ここは奪います。ドカチャールス、これはチャンス、ヘナン、体を張ったプレー、そして今前半終了の笛が吹かれました。前半0対0。さあ北澤さん、前半の印象を聞かせください。鹿児島としては今はまだ0-0なんですけども、内容はあまり良くなかったですよね。というのも